対象戦は81キロ級です。大きな声を出して日本の西岡和志が最後の舞台に臨みます。相手はマゴメドフ。井上さん、はい、一つ実は心配なのは西岡は73キロ級の選手なんですね。そうなんですね、はい、相手は一つ階級上の選手ですから、ですけども西岡選手はですね、はい、これまでも重量級とか団体戦などでも無差別で戦ったりしている経験はありますから、十分戦っていけるんじゃないかなというふうに思いますけどね。明治大学の3年生です。筑波大学の2年生の阿波野が起死回生の逆転勝ち。そして大将戦81キロ級の加藤が怪我ということもありまして、この団体戦は一つ軽い階級の選手が出場することができます。ただその大将戦でこの試合です。日本のこの西岡は引き分けても日本はポイントでリードをしていますので、このままロシアを勝ち切ることができます。銅メダル獲得となります。ただもちろん千葉さん、はい、気持ち引き分けようなんてもちろん思ってないでしょうからね。そうですね、はい、何が何でも勝ってメダルを取りたいですね、はい、若い2人が最後の副将そして大将を務める新しい日本代表の力。さあマゴメドフもうまくコントロールしていきます。足を取る。マゴメドフは世界柔道の代表です。2007年、北京には出場していませんが、もちろんロシアを代表するその力があります。相手はどうにかして引きつけてですね、接近して攻めていこうとしてますので、はい、今みたいに間合いを取りながら、そしてスピードでですね対応していくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね、はい、学生チャンピオンにも輝いた西岡和志、大学3年生まだ20歳です。もう一度足を飛ばす。さあ動きの速さで当たる。完全に西岡上回っている。背負い投げ、左組みからの背負い投げです。73キロ級、一つ結果を残した阿波野が見つめる。これからの73キロ級、この2人はライバルとして戦っていくことにもなります。ロンドンへの道はこの先に広がっています。しかしその前にまずは日本男子にこの大会で結果を、そして銅メダルを、若い2人の力が結集します。残り3分20秒。力は1階級上のマゴメドフです。ただスピードのこの速さというのはやはり西岡に分があります。頭を引きつける。足が出ません。下がっていく形。西岡内股こらえて、しかし背中をつけて、いやー技あり技あり。しかし一本落進の2人が一本に訂正。最後は日本の西岡和志敗れました。日本柔道、日本男子の威信をかけたこの団体戦、最後の大将の重責を背負った西岡、一階級上のマゴメドフに敗れています。日本銅メダル獲得はなりませんでした。日本は惜しくもロシアに敗れて、この大会3位に届くことはできませんでした。ただここから若い力、そしてベテラン、またロンドンへの戦いはここから始まっています。